いつ結婚するのは、フランスのポースト印象派画家、ポール・ゴーギャンが1892年に描いた、油彩画。スイス・バーゼルのバーゼル私立美術館に半世紀近く預けられていたが、2014年9月に、収集家、リドルフ・シュテヘリンの家族から、匿名の相手へ、個人間取引として売却された。売却額は3億ドルであり、絵画の売買金額の最高記録を更新した。 この絵は DN のバイエラー財団で2015年6月28日まで展示される。ゴーギャンは1891年に初めてタヒチ島を訪れた。ゴーギャンの望みはフランスの画家たちが作っていたまがいものの原始主義でなく純粋で素朴な作品を制作できるような地上の楽園を見つけることだった。しかし彼は タヒチに着くと、そこが想像したような場所でないことを知った。タヒチは18世紀から植民地化され、ヨーロッパから持ち込まれた薬病によって、島の原住民の少なくともに、山が犠牲になっていた。素朴な文化はもう消え去っていた。しかしそれにもかかわらず、ゴーギャンは原住民の女性の絵を多く描いた。それらはラダイだったり、タヒチの伝統的な衣装を着たものだったり、 この絵にあるような西洋の伝道詩風の服を着たものだったりした。木炭とパステルの修作背景となる地面の手前と中ほどは緑、黄、青の平面で構成されている。伝統的な衣装を着た一人の若い女性が地面の緑と黄色の境目に座っている。彼女は左耳に白い TRA の花の飾りをつけているが、これは恋人を見つける用意ができている印である。 彼女の後ろにはハイネックの電動シフードレスを着た二人目が唐突に描かれている。ナオミ・イ・マウラは二人目の手のジェスチャーを警告を示す仏教のムドラーであるとみなしている。手前の女性は上半身を伸ばし、その顔立ちは様式的で簡略化されている。後ろの女性の輪郭は黄色と青の領域と接している。彼女の顔は個性的な特徴を持ち、 画面の中心を成している。彼女のドレスのピンク色は画面のその他の色から明らかに際立っている。画面の右下隅にはナフや FAA イポイポと大字が記されている。当時のゴーギャンは通常タヒチゴで絵に大字をつけていた。彼はタヒチゴに魅了されていたが、初歩的なレベル以上には上達しなかった。絵画子研究家のナンシー・モールマシューズによると、 ゴーギャンは、タヒチの原住民をただ歌って、愛を交わすだけの人々として描いた。それによって彼は友人らから金を集め、その冒険で世間からの関心を高めた。しかしもちろんゴーギャンは、タヒチが国際化、西洋化された社会からなる、ありふれた島であるという真実を承知していた。この、いつ結婚するの、を含め、タヒチ人を描いたそれらの作品は、 ゴーギャンがフランスに戻ると世間から帰り見られなくなった。ありがとうございます。